はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、前回は、裁判終わって、前々回裁判が終わって、前回は、また調査パートで軽く調査して、ほんと軽く調査して、調査した後、ボート屋さんの管理人にごめん全然まとまってないし、前回大して進んでないからさあれなんだけど、そのボート屋の管理人と今話し始めた感じかな。やっていこうか。じゃあなんか事件に関する情報を引き出すみたいな感じだったから、いろいろやってみようか。これじゃないのか。ちょっと待てよ。これは？あ、来た。あー、これな。おじさん、なんか知ってるんですか？浮広。あ、はい。お父さんと呼べ。お父さん、何か知ってるんですか？これ、あれだろ。おとといの夜、そこの湖で。そうです。これは知ってるよ。見てたもん。聞かせてください、その話。やれやれ、そばのことにもそれだけ真面目になってくれりゃな。終わり？こっから話すのかな。あ、オッケーオッケーオッケー。時間忘れたが、外は暗かったし、多分夜だったと思う。夜中の12時過ぎだよ。パーンって音が聞こえてな、外を見たんじゃ。するともう一発パーンと。おー、まああったね。しばらくするとボートが帰ってきてな、若い男が窓の外を通り過ぎていったよ。一言つぶやいてな。なんてあれは、そう、忘れた。明日の法廷までには思い出しておくよ。それじゃあ遅いよ。ああ、そういえばさっきタミオくんが来てな。タミオくん、ほれ、お前が小さかった頃よく泣かされた隣の子だよ。薄汚いコートを着たヒゲ面の糸の子刑事のことか。あいつが来てな、明日裁判所に来いとさ。とりあえずこのおじさんから聞けるのはこんなとこかな。まえちゃん、そろそろ帰ろうか。そうだね。あ、ちょっと待ってね。最後にもう一つ。さゆりさん。さゆりさん、さゆりさん、何か忘れたことないかな。DL65 事件忘れるな。え？今、なんて言った？なるほどくん。さゆりさん、もう一度。DL65 事件を忘れるな。どういうことだ？おじさん、いや、お父さん。ぐぅ、このおじさん、一体何者なんだ？なんでさゆりさん、DL65 事件のことを？あのおじさんの正体を考えなきゃいけないな。あ、どうした？おじさん、鍵をかけちゃった。ドアの向こうから。あのおじさん、何者なんだろう。もっと知る必要があるな、DL65 事件のこと。聞いてみるか、糸の子刑事にでも。いや、おじさん演技でしょ、あれ、絶対。絶対演技だよ。口止めされてるんでしょ、多分。お、久しぶりっす。また冴えない顔してるっすな。今度はどうしたすか？ちょっと聞きたいことがあってきたんですよ。聞きたいこと？ひょうたんこ公園に貸しボート屋がありますよね。ああ。明日はそこのおじさんが証人で出てくるんですよね。参ったっすね。極秘だったっすけど。
ゆうさん、あの人一体誰なんですか？それがわからんです。ちょっと変わった人物で話が通じないっす。証人としての説得力が足りないと判断したから、カメラマンの大騒ぎ夏美を証人席に呼んだっす。彼が一体何者か、素性その他一切謎っす。謎、怪しいな。糸の刑事、お願いがあります。なんすか？ DL65 事件の詳細を教えてください。剣の父親が亡くなった事件、どうもそれが今回の事件にも関係があるみたいなんです。実は自分も詳しいことは知らないっす。剣検事から資料を読むことも禁じられているっす。だからあんたたちにも資料を見せるわけにはいかねっす。ただし TL65 事件が今回の事件に関係があると自分を納得させてくれたら考え直してもいいっす。突きつけるか。じゃあそうだな。普通にもオウムが言ってたってダメかな。なんすか、オウム？ボート屋のおじさんのオウムです。このオウム、あの事件のことを知っていたんですよ。あの事件、 TL65 事件ですよ、もちろん。なんすと？でもさ、これさ、設定ガバガバじゃない？なんかさ、さゆりさんがなんかその特定の言葉しゃべる条件ってさ、なんかこっちの質問の仕方らしいんだよ。でもさ、このさゆりさん、さゆりさんって言われたら絶対おはよう、おはようしか言わないはずなんだよな、一応仕組み上。何か忘れたことないかなって会話できてんだよな。ちょっと設定わかんないよな。多分あのおじさんが教え込んだ言葉なんでしょう。しかしなぜあのおじさんが DL65 事件を？もしかしたらあのおじさん DL65 事件の関係者なのでは？そんな。そん時の刑事とかじゃないの？忘れるなってことはさ、結構プラスな意味じゃん。被害側が言う言葉じゃなくない？だってその DL65 事件を忘れるなって、被害違う、なんていうの、加害側か、加害側が言うことじゃないからさ、被害者か警察側かどっちかだったんじゃないの？どうやらあんたには DL65 事件の資料が必要みたいっす。この先に署の資料室があるっす。特別に入室を許可するっす。調べてみるといいっす。さすが糸の子刑事さん。さあ、なるほど君、行ってみようよ、資料室。三剣の過去と向き合う時が来たか。行きましょう。失礼します。うわあ、資料室だ。資料館すげえわ。うわあ、すごい、誇り。まあまあ、何十年分の資料だからな。とにかく早く探そうよ、 DL65 事件の資料。15年前といえば僕も三剣も9歳だ。奴が突然転校していったのが小学4年生の3学期。この事件のためだろうな。なるべく分かったよ、資料の場所。ありがとう。事件について知りたいことを私に話して、そのファイル取ってくるから。はい、じゃあもろもろ。やっぱり DL65 事件の概要を知りたいな。そうだよ、概要概要と。あったあった。はい、これ。2001年12月28日か。ちょうど15年前の明後日だね。あと2日で時効ってことか。事件は地方裁判所のエレベーター内で発生した。裁判所なんだ。地方裁判所って私たちがいつも裁判をしているところ。そうだね。
この日の午後2時ごろ大きな地震が発生した。裁判所の建物は一部倒壊して全館が停電した。あ、地震関わってきたねこれ。三つ剣トラウマの、うわすごい地震だったんだね。その際停止したエレベーターの中に3名の人間が閉じ込められた。彼らがエレベーターから救助されるまで約5時間かかった。エレベーター内は極度の酸欠状態で生存者は意識がなかったらしい。生存者？3名のうち1人が心臓に銃弾を撃ち込まれて死んでいた。亡くなっていたのは三剣賢治のお父さんだよね。目の前で父親を撃たれたと言っていたから、もう一人は三剣零士自身だろうな。被害者、三剣のお父さんのデータはある。待ってて、被害者と、あったよ、これ三剣、なんだこれ、登る神じゃないよな。なんて言ったろ、三剣、なんとか、35歳、弁護士、生きていれば今年50歳か。午後の法廷で敗訴した帰り、子息だっけの零士とエレベーターに。零士って？あいつだよ、もちろん。お父さんと一緒にエレベーターに乗ったんだ。弾丸の入射角度をその他から自殺ではありえない。凶器のピストルはエレベーターの中から発見されたと。ピストルは2発撃たれていた。エレベーターの中だったらもうさ、なんだろうね、まあもちろん一緒にいた2人じゃない可能性もあるけどさ、なんか中から見つかるって不思議だよな。なんか今回の事件とどことなく似ているな。容疑者のデータあるかな。ああ、私のお母さんが霊媒で対応させたい人だね。ちょっと待ってて、これから。容疑者として逮捕されたのは、なんだこれ、ハイネコだろ。ハイネコ太郎。裁判所の係官だって。エレベーターに閉じ込められた3人目の男か。あ、違う。エレベーターに閉じ込められた3人目の男か。そりゃこいつしかいないよね、犯人。でもこいつは無罪になっている。弁護をしたのは生倉弁護士。生倉って今回の事件の被害者だよね。そういうこと。容疑者の肺ね、肺、わかんない。極度の酸欠状態で脳にダメージを受けて記憶を失っていた。無罪になった後ぷっつりと姿を消している。アイネさん、どこへ行っちゃったのかな。絶対親父でしょう。意外に近くにいたりしてな。もうフラグばっか立てんなよお前。絶対親父じゃん。このこの事件が三剣にどんな影響を与えたのかはわからないけど、大体事件の内容はわかったかな。なるべくこのファイル持っていくの無理だよ、こんなにあるのに。そうだね。とりあえず必要そうな情報だけ。あざっす。もうさ、この資料さ、親父につければいいんじゃないの。あ、終わりか。とりあえず集められる情報はこんなところだろう。あとは明日、あのお父さんがどう出るかだな。終わりか。絶対親父なんだよな。絶対親父がハイネだろう。はい。行こう。あ、間違えた。日付バレるっけ。あんま警戒しないけど、これ日付バレるか。
これよりミスレギレージの法廷を改定します。弁護側は準備完了しています。はい、では警察側も準備ができているということで。全くどっちが偉いんだかわからないな。ではカルマ検事、冒頭弁論。はい、では冒頭弁論は特になしということで。え、勝手に滑るな裁判長。我が輩は今意味深な間を取っておったのだ。はあ、それはどうも。予告しよう。本日の法廷はこれより3分以内に終わる、以内で終わるだろう。静粛に。カルマ検事、今の発言は一体どういう。貴様もいちいちうるさい男だ。3分といった以上無駄な時間はない。さっさと証人を呼ばせてもらうぞ。はあ。では決定的な目撃者を入廷させていただこう。あのボート小屋の謎のおじさんか。来たね。証人、職業、ね、時間かかるんだお前、一回一回やってたら。もうか、はあ。氷炭国公、あ、違うな、氷炭国公園で蕎麦屋長寿庵を。あ、そのボートを貸したりしております。はい。証人は事件の夜はボート管理小屋に。はあ、おりましたです。はい。では証言を。ちょっと待てよ、あのおじさん結局誰なんだよ。聞こうぜちゃんと。ちょっと待ってください、証人はまだ名前を言っていません。意義ないわ。意義ないだろどう考えても。聞いてなかったのか弁護士。我が輩は3分で法廷を終わらせると予告したのだ。それめちゃくちゃだろお前、それは。それはダメだろお前、普通に3分で終わらせたいからさ、被告人の名前カットって、お前それはせこい、おかしいだろ。無駄な質問をせずに協力したまえ。するわけないだろ。証人、名前をお願いします。時間が無駄なんだよお前、その時間が。そうか、それがそのはっきりしないもんで。はい。どういうことですか。記憶がその。裁判長、この証人には数年前より記憶がないのだ。したがって名前もわからない。むー、記憶が。しかし事件を目撃したのは3日前。証言するのに問題はない。わかりました。では証言をしていただきましょう。絶対入ねじゃんお前。だってあの人もだって酸欠状態でさ、なんかね、記憶がないみたいな言ってたじゃん。あれは24日の夜12時ちょっと過ぎのことでした。はい。いつも通り蕎麦屋ボート管理小屋にいたんです。そしたらパーンという音が聞こえたです。はい。窓から外を見るとボートが一つ浮かんでおりまして、その時もう一発パーンと。そのうちボートが帰ってきて男が一人窓の外を通りました。では尋問を。意義ないわお前。意義ないだろ、おかしいだろお前。この証言に文句をつけられるところなどない。したがって尋問など必要なし。めちゃくちゃだなお前。お前ブチギレるぞお前。検事、今のこの現実世界の検事界隈が見たらお前ブチギレるぞお前。めちゃくちゃだもん。あ、なんていうの、仕事としてなってない。逆に小学生に任せた方がちゃんとやるよ。というかもう予告した3分まであと10秒しかない。裁判長、判決を。はあ、なるほど君、どうしますか。尋問するだろ、おかしいだろお前。な
何を言ってるんですか。当選するに決まってるでしょう。そうですね、分かりました。え、うわー、 どうしました。カルマゲンジ、3分経ってしまった。そうですか、ではゆっくり行きましょう。ペンゴリ、ジモ、無駄なんだよな、カルマ、お前のプライド。時間の無駄なんじゃ、お前のくだらん計画のせいで。邪魔すんじゃねえ、ジジイがよ。全部聞こうか。12時ちょっと過ぎですか。そうだな、間違いないですか。ないと思うがな。昨日は時間に関してはあやふやでしたが、なぜ今日はそんなにはっきりと。赤灰から頼んでよく思い出してもらったのだ。そうだな、証人。いや、ジジイタイムロス、ジジイタイムロス邪魔なんだけど、時間が無駄なんだけど、お前のその鼻ちょうちん割れるエフェクトのせいで。そんなに睨まないでください。そのはっきり思い出したです。はい。そういうことだ。続けてもらおう。全部聞こうか。じゃあそれを証明してくれる人はいますか。サイリーさんかな。ダメですよ、そんなの。なるほど君、そんなのとは何ですか。サイリーさんに失礼でしょう。いや、サイリーさんってオウムなんですよ。オウム。またいいこと言うなよ、雪ひろ。雪ひろ、証人が管理小屋にいたことは証明できない。それは認めよう。とにかく証人、まあ認めてくれるんだ。一応全部聞いて今日終わろうかな。その音はどこから。いや、それ、その時間が無駄なんだって。おい、親父。湖の方だったから、だったかな。間違いないな、証人。ああ。では続きを。窓から外を見ると、ボートには誰が乗っていましたか。遠かったもんでな、はっきりとは。多分男か二人かな。はっきり見えなかったんですね。うん、その時はな。その時は。銃声は合計2発聞こえたわけですね。どうだよ、昨日夏美さんもそう証言していたな。窓の外というのは。いや、そのまんまだよ、小屋の窓の外のことだよ。じゃあその人物の顔をはっきり見たわけですか。まあな、霧がいくら濃くても目と鼻の先だったからね。そう、それは重要なことです。証言に付け加えてください。グッグッグ、嫌な予感。その男は被告人で、まさか人を撃つことになるとはと言いました。間違いありませんか。おいおい、お父さん、間違いないぞ、ユキヒロ。まさか撃ってしまうとはと言ったんだよ、あの男は。証人、それはミツルギレージで間違いないか。うちだ、そのミツル君だ。これは決定的な証言ですね。疑問の余地はありません。カルマのやつ、わざと僕に尋問させて証言にインパクトを与えたな。グッ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 。なるほど、法廷の空気が嫌な感じだよ。みんな私たちを睨んでる。ここで何か手を打たないと最新には終了してしまう。裁判長、
一力が発砲していないことは昨日の法廷で証明したはずです。弁護人、もしかしてそれはピストルについているのは被告人の右手の指紋なのに、写真で発砲しているのは左手だからという話か。そうです。かわいい。そんなことは何とでも説明がつく。撃った後一度指紋を拭いたのかもしれない。そんなことより、今の証言で全ては明らかではないか。裁判長が考え込んでる。どうすればいい？裁判長、ミスルギがまさか撃つことになるとはと言ったかどうかは、その証人の証言があるだけです。もしかしたら嘘をついているのかも。弁護士、法廷では証拠が全てを語る。そんなことすら貴様はまだ理解していないのか。証言が嘘だというなら、その証拠を提示したまえ。なるほど、証拠は。ダメだ、今度こそ何もない。どうにもならないの。正直なところ、もうどうしていいかわからないんだ。お願い、お姉ちゃん助けてよ。泣けちゃうよ、ナルド君。3分はさすがに無理だったが、海底から15分、これは新記録だろうな。そこまで承認は下がってください。ぐー。本法廷はこれ以上の審議の必要性を認めません。さらに被告人に対する判決を決める時間も必要としません。これは極めて明白な事件です。疑問の余地はない。そんな、うん、被告人ミツルギ零時に判決を言い渡します。被告人はこれより身柄を支直かなに預けるものとし、1ヶ月以内に高等裁判所において通常裁判を受けることとします。では本日はこれにて閉廷。通常裁判でさ、ちょっと待て。誰？今のは一体誰が？俺だ。やはり、何ですかあなたは。俺の話を聞いてくれよ。俺、事件があった日の夜、あの公園にいたんだよ。昨日まではっきりしなかったんだけど、今日になって俺思い出したんだよ。何をですか。銃声だよ。俺も聞いてたんだよ。静粛に。ぐちゃぐちゃじゃんお前。管理しろよ、そういうのは。ぐちゃぐちゃなんだけど、法廷が。これは何の騒ぎだ。判決は既に下された。我が輩は閉廷を求める。待ってください、カルマー検事。あんたは銃声を聞いたんですか。そうなんだよ、聞いたんだよ。あの夜、俺さっきから客席で証言を聞いてたんだけどよ、なんか俺の記憶と違う部分があるんだよ。それなのにミツルギが有罪なんて俺納得できねえんだよ。俺証言するからさ、聞いてくれよ。静粛に。こんな事態は初めてです。どうすればいいのか。裁判長、すでに判決は下った。審理は終了だ。なるほど、やっぱりさんがくれた最後のチャンスだよ。確かに。しかしあいつがやはりだけに心配だよ。事態がより悪化する可能性もあるからな。密林検事、有罪判決受けちゃったんだよ。状況が今より悪くなるなんてことはありえないよ。そうだね、わかった。裁判長、目撃証人がいる以上僕たちは話を聞くべきです。今すぐこの場で。必要なし。判決を覆すことなどできない。裁判長、
頼むよ、裁判長。私の考えを言います。裁判ではいかなる場合でも誤った判決は避けるべきです。そのためには目撃証人の話は全て聞かなければならない。何を言う。先ほど有罪判決は撤回します。カルマ検事、この証人に証言を求めることを要請します。今すぐに。何だと。これより5分間の休憩を取りたいと思います。その後、この証人の話を聞くのです。では、休憩に入ります。じゃあ、俺も休憩に入ろうかな。ちょっと、キリがいいとこまでやろうと思って、ちょっと長引いちゃったけど、じゃあ、俺も休憩に入るわ。はい、ってなわけで、これで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。